それではお時間になりましたのでファイナンシャルプランナー講座の eLive スタディを始めていきたいと思います。担当はフォーサイト専任講師の金山です。どうぞよろしくお願いいたします。いよいよですね9月試験まで、えー、1ヶ月とあと少しというところになってきたのでぜひ皆さんね9月試験受けられる方は演習量を気にしながらえここからねしっかりと問題演習をしっかりと行なしていっていただきたいと思います。そんな時期になってきましたね。 1> で、えー、と1月試験をね受験される方については、えー、これからねまだまだ基礎的なことを学んでいく、身につけていくという時期になっていくるかと思いますけれども、ぜひね、えー、今日やる内容も、大体毎回出題されるような、えー、そんな問題ですのでね、しっかりと論点はどこなのかとかね、どういったことが問われているのかというところを押さえながら解いていっていただければと思います。 ところで皆さん、体調大丈夫ですかあの、最近すごく暑い日が続いていますが、夏バテとかね、えー、夏風邪とかね、えー、大丈夫そうですかね。この時期にね、体調崩してしまうと、本当に最後の追い込み効かなくなってしまって、かつね、こう、体力ない状態で試験一日受けるのも大変になってしまうので、ぜひ皆さん、体調管理もね、気をつけながら取り組んでいただければと思います。はい、大丈夫です。ということで、よかったです。 はい、それでは、えー、本日の本題に入っていきたいと思います。画面切り替えますのでお待ちください。はいえー、本日はですね、リスク管理の範囲から3台で、で金融資産運用から2台ということになります。えリスク管理は 法人生命保険料の経理処理に関する問題。要するに法人契約の保険についての経理処理ですね。そして、任意加入の自動車保険。そして、医療保険。一般的な商品性に関する問題です。ここまでリスク管理。そして、金融資産運用。為替相場や金利の変動要因。最後に、債券の利回りに関する問題となっています。はい。で、えー、ー 本日もですね、最後の債券の問題で、電卓使いたいと思いますので、電卓と、あとですね、メモ用紙、計算用紙、えー、ご準備いただけるといいかなと思います。今のうちにご準備していただきますようよろしくお願いします。えー、そして、今、移動中でね、見てくださっている方ももしかするといるかもしれませんが、ちょっとね、移動中だと計算しにくいかもしれませんので、えー、後ほど動画でね、復習していただければと思います。 はい、それでは早速、えー、本日のウォーミングアップ、いつも通りね、ウォーミングアップに入っていきたいと思いますので、また、えー、問題が表示された方からスタートをしていってください。 いいかかがががだだったたででししょうままをしておりますす回答数が21正答数21正率が76%ですね是非この問題は皆さん解けるようになってくださいねえ大丈夫な方は、えー、問題ないと思いますけれどもついね、えー、間違いやすいかもしれませんのでえしっかりとね確認をしておくようにしておきましょうでは簡単に解説を進めます はい、これ問われているのは何かというとリン、リビングニーズ特約は、特約保険金は課税対象ですかどうですかという問題ですね。で、これ非課税となるというふうに書かれていて、正解です。リビングニーズ特約、その保険金は非課税としっかりと押さえておきましょう。かつですね、リビングニーズ特約の保険料、保険金ではなくて保険料については、これはね、無料というふうにね、セットで押さえておくといいと思います。 で、えー、復習ですけれども、じゃあ、リビングニーズ特約ってそもそも何かというところですが、これは、余命6ヶ月とね、告げられた場合に、保険金を前もって受け取ることができるね。えー、そういったものですね。で、えー、前もって受け取って、被非保険者が、そのね、お金を使い切らずに、まあ、預貯金というようなね、形、現預金でもいいんですけれども、お金が残ってしまった場合、残ってしまった場合は、それは当然、 相相続続人にに対対しての相続税のの税加算の対象になります被保険者が受け取るときは非課税だけど残ってしまって相続人が受け取る場合はそれはもちろん相続税の対象になるとそういった論点も出題されますのでここもセットで押さえておいてください。はい、これはねよく問われる論点というかね問題ですのでしっかりと押さえておいていただければと思います。 はい。それでは、ここから本題に入っていきたいと思います。またね、4択です。で、この問題は2分間となっておりますので、問題文少し長いです。しっかりと何が問われているのかを確認した上で、選択肢を選んでください。では、問題が表示された方からスタートしてください。 はい。いかがだったでしょうか集計をしておりますのでお待ちください。はい。回答数が24、正答率が54%ですね。2番が正解で、3番で悩まれた方が多かったかなという印象です。はい。そうなんです。実は今日ですね、しっかりと確認したいところが3番ということもありますので、しっかりね、この後解説を進めていきたいと思います。ぜひね、ポイントを押さえてください。はい。では問題は何だったかというと、 契約者、保険料負担者を法人ね、法人契約の生命保険の保険料の経理処理です。まあ、例えば資産に計上するとかね、損金参入するとか、えー、どういうふうに扱いますかというもので、不適切なものを選ぶ問題です。で、保険料、保険料の支払いは年払い。で、かつ前期払いですね。前期払いって何かっていうと、保険期間中ずっと支払うよっていう、そういうものですね。 はい。では一番。被保険者が役員、死亡保険金受取人が法人である、就寝保険の支払い保険料はその全額を資産に計上するとあります。はい。問われているのは就寝保険ですが、皆さん、就寝保険って解約返礼金とかね、あるかと思うんですが、これ、この選択肢をパッと見たときに、死亡保険金の受取人が法人じゃないですか、これ。 要するに役員が亡くなった時に法人がお金を受け取ることができますよね。ということはそれは法人の収入ね自分たちが保険料を支払ってでも戻ってくるからその支払ってる保険料は全部資産だよねということで全額を資産に計上するってことになります。はい、資産に計上するなのでこれは適切ですね。うん え難しいというようなね、えー、コメントをいただいていますが、確かにこれ、難しく感じるかもしれませんが、毎回問われるポイントって同じなんですよ。なんで、ポイントさえ押さえてしまえば、ここ、しっかり解けるようになるので、ここはね、えー、復習しつつ、要点を押さえつつ、しっかり解けるようにしましょう。では、続いて2番ですね。えー、これが、え問題になっていたわけですが、 被保険者が役員と従業員全員です。ね、で死亡保険金受取人が被保険者の遺族ですで。満期保険金受取人が法人ですね。で、養老保険です。支払い保険料はその全額を損金の額に参入することができるとありますが、ここで確認したいのは、養老保険って、 例えばですよ。養老保険って貯蓄性のある保険か貯蓄性のない保険かで言ったらどっちでしょうぜひコメントでですね、貯蓄性ありなし、ありなしというような形でね、コメントいただければと思いますが、養老保険って一般的に貯蓄性ありますかありませんかどっちでしょうあり、あり。うん、そうですね。あり。はい、ありがとうございます。 ありなんですよね。貯蓄性があるんです。ということは、さっきと同じように、これ、資産に計上しなきゃいけないはずなんですよね。だけど、これよーく見ると、死亡保険金の受取人が遺族で、満期の保険金受取人は法人で、これ、ね、え、別々になってますよね。だから、全額、その全額じゃなくて、遺族と法人で分けてるんだから、 二分の一でしょっていうことで、これが、いわゆるハーフタックスプランに関する問題でした。ね、半分は資産に計上半分は損金に参入というような形になります。これね、あの、よく出てくる問題です。ハーフタックスプランは、非保険者と死亡保険金受取人と、満期保険金受取人の関係性をね、しっかりと確認すると、意外と解きやすい問題ですので、えここ、ポイントを押さえておいてください。 はい。ということで、これが不適切な選択肢ということで、この問題は2番を答える問題でした。続いて3番ですね。非保険者が役員、死亡保険金受取人が法人で、最高解約返礼率が75%である定期保険ですね、これ。保険期間は40年、年払い保険料が100万円の支払い保険料は、保険期間の前半4割相当期間においては、その60%相当額を資産に計上し、 残額を損金の額に参入することができるとあります。はい。でえ、これは適切なものになります。テキストをね、見ていただくとわかるんですけれども、ポイントとなるのって、問われるのって、最高解約返礼率が何の時に、前半4割について、資産に計上するの何割損金に参入するの何割っていうところなんですね。で、これは、 最高解約返礼率が75%と書かれているので、比較的高い方なんですよね。ということは、資産を、うん、資産に計上するのが60%ってちょっと多めなんです。で、残りの40%は損金に参入というようなことになります。後ほど詳しく解説したいと思うので、ここはね、問題の解説だけ済ませたいと思います。 続いて4つ目被保険者が役員従業員全員給付金受取人が法人である医療保険について法人が受け取った入院給付金及び手術給付金はその全額を益金の額に算入するとありますこの問題注意してください問われてるのは益金ですえ、さっき資産とか損金という風な形になっていましたが今度益金なので 法人が受け取ったお金は、これ課税対象になりますかっていうことをですね。で、皆さん、これ法人じゃなくて個人だった場合どうですか個人が受け取った入院給付金、手術給付金は、皆さん、これは課税対象でしょうかそれとも非課税でしょうかはい、非課税。 うん。非課税。そうですね。非課税です。大丈夫そうですね。ね、怪我をして、もしくはね、病気になってとかね、えーまあ、入院をしたわけなんですけれども、それでね、受け取ったお金にまでね、課税されてはたまたまじゃないっていう,うね、そんな覚え方もできますが、個人の場合は非課税なんです。でも、